東京都立秋川高等学校は、かつて、東京都秋留野市下与次にあった、全寮制都立高等学校。1965年開校。校名は、秋川渓谷に由来する。東京都唯一の全寮制普通科高等学校かつ、東京都の公立校で、唯一の男子校でもあった。イギリスの全寮制名門校イートンカレッジをモデルとし、し 本格的なパブリックスクールを目指した。校内には南北約150メートルにも及ぶメタセコイアの並木道がある。開校時生物学の担当教諭だった宗方俊彦監修の元一期生が植樹したものである。本校の校章はメタセコイアの葉をモチーフにデザインされたものであった。また、正門にはメタセコイアの火が設置された。 開校当初は、海外や、他府県に出張、または在勤する者の,の指定、全日制高校がなかった伊豆諸島出身者の受け皿として設立され、受験資格が限定されていた。しかし、受験者数が減少したことから1969年からは、受験資格を緩和した。この受験資格の緩和により、寮内での喫煙や暴力事件が起こるようになり、 学力が低下していった。東京都は、寮や、体育館の建て替えなど、設備面の改善や、校長や教員が中学校に出向いて、生徒募集を行った。一時は、応募人数が上昇したものの、応募者は、減少に転じていた。平行前年の2000年、三宅島の噴火災害による、避難先の一つとなったため、本校閉校後に、体育、 福祉を主たる目的とした中高一貫の都立全寮制学校を開設する計画は中止となった。避難解除後、施設は解体されたが、メタセコイや並木は保存されている。心身ともに健康でたくましく、絶えず事故の向上に努力し、社会の発展と日本文化の創造とに寄与できる自主独立の人材を育成する。学校の教室と、 学生寮を有機的に運営して人権尊重の教育を推進し人間形成と学力向上とに努め本校の教育目標の達成を図る全寮制高校の企画1963年6月6日東京都教育委員会の会議が東京文化会館で開かれ東京都教育長帯虎尾が高校収容対策の一環として 全寮制高校の設置を提唱したのが、本校解説の始まりであった。この構想に対し複数の部長が難色を示したものの、帯は全寮制度の高等学校を設置することは7年来の念願であるとして、これを高校収容計画の中で検討すること。なおその第一段階として、海外や他府県に出張、または在勤している者の,の指定で、 に残っているるものの数をを調査することを学務課長に指示した。学務課で調査したところ、1963年5月現在、都立高校生の親が外国へ行っている者が42名、他府県へ行っている者が1332名であった。これに、私立高校生を加えると、約3000名の高校生が親元を離れて、就学していると推定された。 この結果をもとに1963年9月、都立高校後可燃計画に全寮制高校を組み込むことを決定した。高知選定の経営校舎、グラウンドや体育館、テニスコート、野球場やラグビー場、寮、職員宿舎を設けることを検討した結果、敷地面積は5万坪と見積もられ、以下の3地域が候補地に上がり、秋田町秋と目台を選定した。 南多摩郡八王子市左入地区西多摩郡秋、田町秋留め台南多摩郡、吉木村片倉付属中学設置の見送り1963年9月28日、全寮制高校設置計画の具体案が作成された。当初案では、高等学校普通科18学級720名に、加え、付属中学校の設置も盛り込まれ、 中学校は6学級240名とした。しかし、1964年1月の予算査定では、全寮制高校の計画はすべて見送りとなった。全面復活を要求した第二次査定では概ね認められたが、付属中学校の設置については、時期尚早として見送られた。開校当初は、マスコミや各県の教育委員会等が、 秋川高校を視察に訪れた。5月21日 NHK テレビスタジオ102の取材で訪れた。そのあや子は食堂で諸君はエリート意識を持て、エリート意識を失った全寮制高校は団地学校より始末が悪い存在になる。エリートになるべく励めと激励している。また、同年より日本寮火災にも参加した。日本寮火災は、 旧制高等学校卒業生を中心とする日本漁科振興会が主催している寮歌に対する祭典で日本武道館会場に毎年秋に開催され秋川高校生が寮歌を歌う姿は毎年日本テレビ系列で全国に放映された当時は進む学校の東京教育大学附属高等学校や 改正校に合格しても全寮制に憧れ秋川に入学する者が多数おり、玉成寮の侍たちと呼ばれた。1967年4月、初代社館長は、これで3学年が揃った。一番心配なのは、第一期生の進学のことである。府警は、大学進学の結果で高校を評価する。これは、今後の秋川高校の発展を左右する。 重大問題である。もしも、第1期生の大学進学が悪ければ、第5期生の応募状況に、その影響が現れてくるだろうとし、その進学状況については、地方大学には合格者を出したものの首都圏の主要、国公立大学は惨敗で、苦心の割には、成果が上がらなかったと述べている。マスコミや社会。 教育関係者が注目した第一期生大学、進学状況の惨敗を受け、第5期生において240名の募集に対し160名の応募で約70名の補欠募集、第6期生において約30名の補欠募集が行われたが、しかし、5期生も6期生も約40名の転校者を出した。大半が学力不足による転校勧告であった。 ファブリックスクールは入学試験で足切りがあるが、都立校は定員までは採用しなければならない。中学教諭などは学力が低い生徒に対し受験者数の定員割れをしていて足切りのない秋川高校を進めた。このため昭和47年の受験者数は400名ほどに増えたが1.7倍の競争率の合格者の学力は 実質無競争の5期6期生より低かった。都立高校普通科の中では最も入学が良いとなったため寮内でシンナー遊び、喫煙や暴力行為がたびたび発生し、市内でも万引き行為や自転車泥棒もあった。7期生は5期6期生を大きく上回る60名の転校勧告者及び退学者を2年間に出したが、それを不服とする親が、 産経新聞に持ち込み1973年に2年間で21人を大量処分ほど忘れた教育として社会面一面に取り上げられた。同窓会はエリート校の集まりの日本料火災への不参加をすでに通知しており、この年以降毎年開催されていた同窓会総会は並行に至るまで一度も開催されることはなかった。 7期以降、中学教師は、学力の低い生徒に、秋川校の受験を進め、寮生活を希望する者と学力は比例して、年々低下し、1978年、慶応大学の推薦指定校の取り消し以降、1980年代に、各大学の推薦指定校の取り消しが続き、1981年、第14期卒業生は、ついに国公立大及びや。 喜びの現役合格者は例になった。両、体育館建て替え秋川高校を誘致した秋川市は1983年4月及び10月に都教育庁に秋川高校の移転を申し入れた。さらに、翌、1984年6月26日の市議会で都立秋川高校の改善計画停止等に関する意見書を採択した。都教育庁には 秋川高校は誘致した時と、性格、内容が全く異なっている生徒の質が悪く、住民は迷惑している。といった内容が申し入れられた。存続を求めた教職員や府警によって、市長や全市議への個別訪問等が行われた。曲折はあったが、東京都議会は1984年12月の定例会では、 鈴木都知事のおかげで、秋川高校の存続が決まり、秋川高校、寄宿舎改築工事が可決された。地元対策のため、定額または、家庭謹慎を二度犯すと、その時点で、無期定額処分が課せられた。これは事実上の退学処分して、マスコミに取り上げられることもあり、受験者減と定額力化が進んだ。 宗方俊彦校長の改革1987年校長に就任した宗方俊彦は受験者増加の施策として募集ポスターの制作、中学校への訪問などを行った。また、東京都も同時期に寮、体育館の建て替えを行ったこともあり、一時は受験者数が上昇したが学力が向上することはなく、再び大学教養事件で、 マスコミに取り上げられ減少に転じた。平行へ1993年11月30日、産経新聞は全量制風前の明かりとの見出しで本校での生徒減少について報じ、都教委が両制度の廃止を含めて検討していることが初めて明らかとなった。 1994年1月、読売新聞は、曲がり角の秋川高校との記事を掲載したのに続き、7月には、模索の30年前両生、秋川高校との特集記事を3回にわたって掲載した。第1回、負担では、夜の寮内で生徒が騒いでも教師が一言、注意するだけで、寮内秩序が崩壊した様子を紹介し、 本校が目標とした、寮生活を通じた、人間形成の寮生活自体が、生徒の負担になっていると指摘した。2回目、激務では、社官のつ日を紹介。昼の授業、部活動の指導、夜間の寮管理に加え、家庭訪問や、生徒指導など激務により、教師の疲弊を指摘した。3回目、改革では、H 教有の意見を紹介。 本校で生徒の問題行動が多い理由を入試や教師の配置などが他の取り付こうと横並びになっていることが問題の根源とし、生徒の大半は寮生活を希望したわけでなく偏差値で入学している。50人の教師がそんな生徒を何百人も指導するのは無理とした。また、1994年から定員を160名に、 したことで、問題行動が減り、改革の方向性は、生徒数を減らすことにより、教師が担当する、生徒数を減らすことにあるのではないか、と指摘した。1997年11月、と教育庁は、正式に並行を決めた。宗方俊彦前校長は、廃校にするなら、なぜ、秋川のケースは失敗したのかを検証する必要があると、 産経新聞史上で述べている。募集定員は開設当初240名であったが、1994年に160名、1995年より120名、1997年からは80名、1999年により、新規募集定止、2001年3月第34期生の卒業をもって並行した。 卒業生の累計は5715名であった。三宅島噴火災害の避難先に並行前年の2000年、三宅島の噴火災害による全島避難のため、都立三宅高校を本校と併設。また、三宅村立三宅中学校、三宅村立三宅小学校の臨時分校を併設した。この疎開措置は二千七年三月十一日まで行われたため、 本校並行後に、体育、福祉を主たる目的とした、中高一貫の都立全寮制学校を開設する、計画は中止となった。同年6月28日、秋川高校の施設とのお別れの会が開かれ、1000名を超える、卒業生や関係者が集った。参加者は、施設を見学した後、玉成寮寮下を清唱して、施設への別れを告げた。 出展は平行記念誌、第三部資料3秋川高校歴史年表。敷地面積敷地面積は、開校から1988年までは14万9845平方メートル。校舎、図書館、食堂、玉成寮、保健棟、北新館、職員校舎、サッカー場陸上競技トラックのほかテニスコート5面、ラグビー場、野球場、 ハンドボール場、プール、体育館、武道館、相撲の土俵まで備える広大なものであった。1989年より、グラウンド南西側を縮小して126,786平方メートルとなった。縮小した土地には、東京都立秋野学園が設置された。両寮,寮は、東京大学教授、宇野聖一により、玉成両と名付けられた。玉成とは、 玉のように立派に育てるという意味である。また、玉を玉にかけている。玉瀬寮の木製表札は、帯虎尾の記号によるものであった。図書館1965年5月24日、開館。1967年3月25日図書館、宗春興。蔵書数は1998年時点で17,202冊。 建物面積540平方メートル。高校の学校図書館では、珍しい独立建築物であった。図書館は、文化センターと、資料センターの役割を担っており、文化事業として、文学歴史散歩や、講演会、読書感想文コンクールが開催されていた。文学歴史散歩の成果として、図書館法を増刊、絹の道ほか、計6冊を刊行した。 保健胸本校には独立した保健胸があり、治療室と休養室の設備があった。養護職員1名、看護師3名が常勤していた。北新館1974年9月2日開館。両生の憩いの場として設けられ、北新館と名付けられた。命名の由来は、両家の一節、北新薄らぎ、から、また、論語の中の北新そのところに石。 修正これに向かうところから、北極星を中心として、すべての星が巡るごとく、この建物を中心として両生側し、よく見学の理想を具体化することを願った、という。北新館では、購買部のほか、軽食提供も行われ、北新丼や、北新クレープなどのメニューがあった。高章渡工事本稿開設準備中の1964年10月、 本校の教育目標を象徴する植物を、校章のデザインに採用し、同時に校内をその植物で埋め尽くすという、基本方針のもと、農林省林業試験場博士林や坂に、植物の選定を依頼、土質調査等の結果、大杉とメタセコイアが残り、メタセコイアに決まった。校章のデザイン作成は、都立工芸高校、池本春幸に依頼した。 高貨効,効果の作詞は、木又治に依頼した。従来の効果によく見られる75調ではなく、3連6.6調という、新しい形式である。作曲は、東京都公共楽団団長の諸井三郎に、依頼した。歌詞の特色に合う、よう三拍子を用いている。制服詰めり学制服も検討されたが、清掃と上層が定められた。 出展は平行記念誌、第3部資料3秋川高校歴史年表。リンク先は、OB 会。50音順学術、研究館会経済、マスメディア芸術芸能スポーツ国立国会図書館、東京都立中央図書館、東京都立多摩図書館等で収蔵している。ありがとうございます。